お世話になっております、マサルです。今回は Mac アドレスフィルタリングと SSID ステルス機能について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず無線 LAN のアクセス制御について概要をお話しします。その後セキュリティ機能として Mac アドレスフィルタリングと SSID ステルスについてお話しします。それでは始めていきましょう。過去動画で無線 LAN のアクセス制御として事前共通鍵で認証するパーソナルモードや認証サーバーを用いて認証するエンタープライズモードなどを勉強しました。これらの認証に加えて Mac アドレスフィルタリングや SSID ステルスというセキュリティ機能を利用する場合があります。ただし結論からお伝えすると、これらのセキュリティ機能は技術力のある攻撃者の前ではあまり意味を持たない機能になっています。どうしてこれらのセキュリティ機能は意味を持たないのか、そのあたりも含めて勉強していきましょう。 Mac アドレスフィルタリングは接続を許可したい端末の Mac アドレスをあらかじめホワイトリストとして登録しアクセス制御する機能です。 Mac アドレスというのはネットワークカードに割り当てられた固有のアドレスのことです。無線通信をするためのネットワークインターフェースカードにもMac アドレスが設定されています。この Mac アドレスの情報をもとにアクセス制御を行うのが Mac アドレスフィルタリングです。事前に無線ネットワークに接続できる Mac アドレスをホワイトリストに登録しておきます。無線 LAN に接続するときに認証を行うのですが、 Mac アドレスの情報も確認します。 Mac アドレスがホワイトリストに登録されている場合、ネットワークに接続することができます。Mac アドレスフィルタリングはアクセス制御をできるセキュリティ機能のように感じますが、セキュリティ強度を上げることは期待できません。その理由は Mac アドレスの情報が暗号化できないからです。攻撃者は正規のクライアントの通信を盗聴することで Mac アドレスの情報を簡単に盗み見することができます。正規のクライアントの通信を盗聴して許可されている Mac アドレスの情報を調べることができれば、攻撃者は許可 Mac アドレスに偽装することで不正に無線ネットワークに接続することができてしまいます。無線通信において Mac アドレスの盗聴は簡単にできてしまうため、 Mac アドレスフィルタリングによってセキュリティ強度を上げることは期待することができないとされています。次は SSID ステルスです。 SSID ステルスは SSID というネットワーク名を知らせるためのビーコンを停止させて SSID 一覧に表示されないようにする機能です。 SSID はネットワークの名前のようなものですね。マクドナルドのフリー Wi-Fi であればマクドナルド Wi-Fi、 スターバックスであればスターバックス Wi-Fi みたいな名前になっています。一般的に SSID はアクセスポイントがビーコンとして周りに通知します。ユーザーはビーコンの情報を受け取って接続できる SSID の存在を知ることができます。ということはビーコンで SSID の存在を知らせなければ悪意を持ったユーザーが接続してこないということになりますよね。正規のクライアントはクライアント側から接続したい SSID を指定して接続要求を行うことで、ステルス SSID であっても接続することができます。 SSID ステルスを利用すれば隠蔽している SSID の情報を知っている人だけが接続できるというように限定することができるということなんですね。しかし残念ながらこの技術も攻撃者にとってはあまり意味を持たないセキュリティ対策とされています。その理由は先ほどと同じです。接続要求を行う無線通信は暗号化されておらず、攻撃者は簡単に SSID の情報を知ることができるからです。流れとしては正規のクライアントが SSID ステルス設定をしている SSID に対して接続をするための接続要求をアクセスポイントに送ります。この接続要求が暗号化することができていないので、攻撃者は SSID の情報を簡単に調べることができてしまいます。よって SSID ステルスもあまり意味を持たないセキュリティ機能だとされています。今回学んだ Mac アドレスフィルタリングも SSID ステルスも知識やスキルを持たない一般的なクライアントの利用制限には役立ちます。しかし攻撃者に対してはあまり意味を持たない機能になっています。今回勉強したような背景を踏まえて、これらのセキュリティ機能を利用して良いのかどうか判断する必要があります。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは無料お試し期間もあります。ぜひ遊びに来てみてください。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は無線 LAN のセキュリティ機能について一緒に勉強しました。 MAC アドレスフィルタリングや SSID ステルスはセキュリティ対策としてはあまり意味がありませんという話でしたね。もしかしたらなんで MAC アドレスや SSID を暗号化しないのか不思議に思った方がいるかもしれません。これは普段の手紙などを思い出してもらえればイメージできると思います。例えば手紙を書いて相手に送るときに封筒に入れることで文面を隠すことはできますよね。しかし宛名を隠すことはできないんです。宛名を隠してしまうと配送してくれる人がどこに配送すればいいのか判断することができなくなってしまいます。通信にはどうしても隠せない部分が存在します。その隠せない部分でアクセス制御をするということはセキュリティ対策としては不十分ということなんですね。それを理解した上で利用するかどうか判断しましょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。お後がよろしいようで。